29から1路線車1507新宮自動車営業所は、かつて西日本鉄道のバス営業所の一つで、主に福岡市都心部と東区の菓子井、和城地区を結ぶ路線を担当していた営業所である。営業所表記は新た。2017年3月31日までは、同じ敷地内に西鉄バス棟方の新宮支社が併設されていた。 福岡県かす郡新宮町緑ヶ浜3丁目4番1号、志賀島、海の中道とか市地区、天神を結ぶ路線。方向幕は天神方面が黒で、カリノス、志賀島方面は黄色幕。ガンノスレクリエーションセンターは2006年9月から21番と 21A の天神行き、210番の那田方面行きは通過していたが、 2012年3月のダイヤ改正で、再び両方向停車するようになった。ガンノスレクリエーションセンターバス停については、複数のバス停が設けられており、21番と 21A の展示日行き、210.220 21番の新宮緑ヶ浜行きは、カディノスレクリエーションセンターのロータリー内バス停、滋賀島小学校前行きの21番と 21A。 大岳行きの21バイトは、海の中道方面の道路上のバス停、21バイト2 1 0 2 2零番、直行の天神行きは、アイランドシティ方面の道路上のバス停に停車する。一時期は21番の設定がなくなり、21A のみの運行で、貸しを経由しない時期があったが、後に21番が再設定されている。21番は23番とは違い、 いわき町を経由する。天神、河椎地区と高見台、三和台、新宮地区を結ぶ路線。石道大橋経由。方向幕は天神方面が黒で、河椎、和白方面は黄色幕。23番の内高見台1丁目、大倉、西鉄三間駅、新宮、緑ヶ浜発着が河椎線に含まれており、下丸河椎火炎発着は河椎浜営業所が、 シモバル天神線として運行する。天神行きは、天神山丁目到着後、七津口駐車場、または西公園駐車場まで改装される。本数が多い天神から輪城では1時間に3の5本が運転される。平日には市が島線、新宮福岡線それぞれの応援運用がある。海の中道への速達便として、天神から都市高速。 アイランドシティマリンワールド海の中道を経由して大竹を結ぶ路線である。通常はカシー浜による単独運行となっているが、海の中道海浜公園にあるサンシャインプールの営業時期はサンシャインプール直行便も運転されてダイヤが変わるため、新宮、土井、海、吉塚の各営業所も担当するほか、 マリンワールド海の中道のリニューアルオープンに伴い2017年4月15日から5月28日までの土日祝日に運行される臨時増発分は新宮が受け持っていた。東島グリーン、サイ崎駅を起点に東島橋を渡り、島内の西側の県道芝島循環線を経由して、島北端の勝馬地区に至る路線。1996年5月1日の ダイヤ改正で運行開始された。それ以前は天神と滋賀島を結ぶ21番が勝馬まで直通していたが、このダイヤ改正により21番は天神滋賀島小学校前間に短縮され、系統分離された。運行開始当初は和白営業所が担当し、和白営業所まで運転されていた。和白営業所廃止後は新宮営業所の担当となり、乗務員は、 大岳車庫での現地室退勤となっていた。2008年11月1日に福岡市による補助対象である廃止路線代替交通となったことにより、西鉄バスム方新宮車庫に関されるとともに、ダイヤ改正が行われて大幅に減便され、それまでの1時間に1本程度の運行から、平日は1から2時間に1本、土日祝日は二時間に一本程度の運行となった。また、 平日には大竹発着便が設定された。その後2017年3月に新宮自動車営業所に移管され、9年ぶりに直営化された。2015年3月21日のダイヤ改正で、西戸崎駅前のロータリーが奇襲点となり、貸し線船との乗り換えの利便性向上が図られた。中型ワンステップ車が限定で使用される。 2015年4月1日からは、元福岡シティループバス、グリーン専用車の5718号を転用し、愛称、滋賀島グリーンとして、滋賀島内線の専用車として使用していたが、2018年に運行終了。主に、小賀市内を運行する路線。2017年3月に滋賀島島内路線と共に、新宮自動車営業所に移管された。 小屋が難読であるためか、方向膜には、ひらがなで、小物と表記される。2011年1月17日から12月31日までの期間限定。ワンステップ車が使用される。26A と違って、カシーハマランプを経由する。新宮、和ジロ地区からイオン、カシーハマショッピングセンターへのアクセスとして設定された。当初は、 柏浜営業所と共感だったが、2月26日のダイヤ改正で29番が板付け7丁目まで延伸されて運用が増加したため、新宮の単独となった。その後2012年3月で廃止になった。柏浜、地区、高見台地区と博多バスターミナルを国道3号、県庁経由で結んでいた路線群。2010年3月27日に、 新宮担当は一条番は一往復だけとなっただけとなり2010年10月16日のダイヤ改正で新宮担当便はなくなった。なおこれにより新宮営業所だけが西鉄本体の営業所の中で博多駅に乗り入れる定期路線が全くなくなった。鹿子浜地区と大倉を鹿子浜海岸通、鹿子井、下原経由で結んでいた路線。イオン。 カ浜ショッピングセンターとトライアル新宮店へのアクセスとして設定された。2010年6月26日から9月26日までの予定で土曜、休日のみ運転されていたが、乗客数が予想を下回ったためか、運行期間を短縮し、8月29日で運行を終了した。カ浜営業所と共同運行。2004年春のダイヤ改正より、 新宮も担当していた。輪白線の23番とは全く関係はない。以前は下原より先、小賀駅、小物、立花口まで運行する22番が存在した。後に輪白営業所、西鉄菓子駅前発着の時期を経て2番となり、2009年4月に廃止されている。2014年4月1日ダイヤ改正から新宮営業所運行分が、 柏浜営業所に移管され、再び、柏浜営業所の単独運行になっている。ありがとうございます。